深刻な色落ち被害が出ている有明海の養殖のり。佐賀県は今日からのりの生育が改善するよう、カキを網周辺に投入する緊急対策を始めました。今シーズンは佐賀県から福岡県沖の有明海で赤潮と海苔が黒く色づくための栄養塩不足が広がり、海苔が十分に育たなくなっています。佐賀県は緊急対策として今日から赤潮の発生を抑え、栄養塩を吸収する海中のプランクトンを捕食するカキ延べ20トンを袋に入れて海苔網の周辺に設置しました。漁民の皆さん方が全力を尽くして気持ち切らずに頑張っていると僕は聞いているので、まずはこれ全力を尽くしてやっていこう。また今日は佐賀県有明海漁協で海苔の入札会が行われました。例年は1億1000万枚が出品されますが、今回はその半分以下の4318万枚余りでした。漁協では牡蠣の投入と雨や寒波で有明海の状況が良くなることを期待したいとしています。